にちは。私の名前はミエタラフィソと申します。今は25歳です。日本語を2015年から3年間勉強しました。2017年に N3O を受けました。はい、合格しました。 N3O、はい、それで今私日本の会社で日本の建築作業会社で働いていました。2015年から今まで働いていました。はい、その会社で私、自分のキャドを使って、この図面を3日、4日ぐらいで作図しました。これは古代の図面です。古代の図面と、だけ収まりすりすぎ、だけ収まりすりすぎても作図したことがあります。はい、それで、日本英語一回研修したことがあります。1週間で、日本の建物を研修して、研修したことがあります。はい、ありがとうございます。ミンさんは大学、どこの大学を出ていますか？技術大学で卒業しました。セーベエンジニアで卒業しました。専攻はシビルエンジニアリング。セーベ、はい。家族はいますか？家族はいます。家族は5人います。5人。お兄さんは3人、私1人。はい、5人います。趣味は何ですか？映画を見ることです。日本語検定は今3級を持ってますけど、2級はいつ受けますか？2ヶ月後にエントを受ける予定です。それでは最後に質問です。どうして日本に行きたいんですか？どうして日本で働きたいですか？新しい技術を習いたいので日本へ行きたいです。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。